こんにちは、提督です。霊夢です。マリサです。フランだよ。今回は、バスティオン会よね。これ、ルシオじゃないのか？オラオラ、一発しんどけー。マジか。はっはっは、最高にハイだぜ。薬でしょうか？いいえ、誰でも。AC。今回は、ルールはエスコートで、マップはジブラルタルね。ジブラルタル海峡で有名なところね。まず、このエスコートルールで、意識すべきポイントを言っておこう。何を意識すればいいの？それは、リスポンポイントだ。開幕は、攻撃側はリスポンポイントがかなり近いわ。一方、防御側は、ここまで遠いわよね。うむ。つまり、攻撃側は、キルさえ取れれば有利になるということだ。なるほど、1キルの価値が、攻撃側と防御側で違うんだな。そうだ。防御側は、1デスするだけで大きく振りを背負うことになる。つまり、序盤の戦術としては、攻撃側はとにかくキルを取る。防御側は、固まって、できるだけカッコ撃破されないようにするのが大事なのね。これを知らないと、攻撃側なのに消極的になったり、防御側なのに、単独行動してチームが不利になるデスを繰り返すことになる。じゃあ、最後のゴール前はどうなの？最後は、防御側のリスポンポイントが近くなるよな。そうよ。このルールの本当の勝負は、最後の最後なのよ。相手より十分強ければ、何の問題もないのだが。タイトーイカジェ、絶対勝てないの？いや、その時に重要になってくるのがウルトよ。仲間のウルトを一斉に重ねて、一時的に数の均衡状態を作り出せばいいの。攻撃側は、1回でも大きな数の差を作り出せれば勝ちだから。必ずしも不利ではないのね。うん。ただ、そう簡単に攻撃側が勝利するのは面白くないから。どのマップも、多少防衛側が有利な作りになっていると思うわ。実は、今回のバスティオン動画ですが、敵が使います。提督は対人戦では、一度も使わなかったからな。私ほどの腕の者が、こんな強キャラを使うのは、罪というものだよ。ただ単に、待つのが苦手なだけじゃないか。あんた、5秒も止まってられないからね。ああ、座って授業を受けられないタイプだな。フラン君、私を何だと思っているのかね。ところで、チェックポイント前というのは、リスポンポイントからの距離が、一時的に逆転するのでやられないようにね。なんか孤立してるな。このバリアは？ゴリさん来たー。バスティオンがゲームから離脱したぞ。これでいいのか？これでいいのだ。今いるメンバーに、強いバスティオンが隠れているのよ。そうだ、バスティオンのこと知らない人もいるだろうから説明してくれる？うむ、第2回の時に、トールビョンのタレットのことをやったよね。彼はタレットを設置するだけだったが、バスティオンは、自分自身が固定のタレットに変形するんだ。自分自身がタレットになるってことは、トールビョンよりリスクが大きいわね。ところが、攻撃力が文字通り桁が違うの。トールビョンのタレットは、レベル2でダメージ14の攻撃を秒間4回行う。つまり、秒間56ダメージね。命中率はかなりいいかな。それに対して、バスティオンは、秒間780ものダメージを与えるの。ヘッドショットなしでこれだから、ヘッドショットなら1560ものダメージになるのね。ヘッドショットなしでも、14倍もダメージが違うのか。つまり、体力200のルシオなら、0.256 秒で溶ける計算になる。ヘッショなら、約 0.13 秒ね。なんと、ラインハルト対戦の盾ですら、2.56 秒しか持たないのか。第2回の動画で見たように、トールビョンのタレットは、攻撃側の進行方向においても、全く脅威にならなかったのに対し、バスティオンの場合は、正面に設置した場合でさえ、無視できない存在になるのね。うん。で、プロの方の、バスティオン対策講座を拝見させてもらったところ、もちろん、その内容自体は知っておくと役に立つ内容なのだが、その多くが、正面から丸見えの設置場所への対策だったの。なるほど、トールビョンの時と同じで、バスティオンの真の恐怖は、最終防衛で発揮されるものなんだな。で、ここからが両サイドとも、最終リスポン地点からの出撃になる。まず、この地点は、下手するとリスキル祭りになるので、さっさと抜けてしまいたいところね。まあでも、ここまで圧勝できているから、戦力自体はこちらの方が、大幅リードしていると思うな。全く止まらずに、こんなスムーズに進行できているものね。最終拠点まで来て、まだ6分半も時間が余っているな。さっき、ウィドウメーカーが逃げていったが、倒したかな？ウィドウは、未亡人という意味よ。戦場で男性を倒しまくって、未亡人を生み出す、という意味かな。ウィンドウじゃないのか？フラン君、戦場に窓を作ってどうするのかね。さて、最後の直線に入ったわね。残り時間は6分以上あるな。ところで、ここの地形だけれど、典型的な T 字路になっているの。マリサ君、何、その不吉な話。しかし、順調そのものに見えるけどね。ゴール前だというのに、なんか敵が下がり気味だな。何、ラインハルト対戦が突然した。
敵に当たる前にやられたよね。え、何かいるのか。うわ、シュンコロ。シュンコロって、ゴキブリっぽい。これはこれが帝国軍最終兵器、バスティオンよ。どこの帝国よ。っていうか、バスティオン君が2体並んでいたように見えたのだが。え、ほんとか。そうね、帝国がとどめを刺されたのは手前のバスティオンだけど、多分同時に撃たれていたわ。あ、味方がたくさんやられてるぞ。一人で突っ込むわけにはいかないな。どうしようか。あれ、バスティオンが逆サイドに移動しているな。なんとか見えたけど、ちょっと遠いな。あ、お出迎えだ。で、源氏君じゃないか、ちょっと待て、落ち着け、話し合おう。帝国ごとき一人にウルト使ってきたわ。あら、もったいない。君たち、死者に夢中っすね。やはり、一番やられるのが源氏ね。サポートやってると、かなり嫌なキャラだな。回復役やっててもう一つ困るのが、キャラ対策したくても、回復役から変更できないところなんだ。うん、今もバスティオン対策したくても、自分ではできないのが悩みどころね。それにしても、これどうしたもんかね。ジジロに2体バスティオンがいて、しかもちょこちょこ場所変えているんだよね。このゲーム、レーダーがないから、バスティオンを探すところから始めないといけないわ。どこ行ったんだ？いないな。この声は、2体とも右にいる。で、すかさずペイロードの左側に回ったのだけど。左側にも3人敵がいました。私が思うに、このゲーム最大の問題点は、レーダーがないところね。ほんのちょっとした石伝達さえ、できないんだよな。BF だとレーダーがあって、しかもスポットで仲間に位置を知らせることができるわ。もちろん、これが全員同じ条件なら、レーダーなしでも構わない。問題は、ボイスチャットの存在ね。うわ、またバスティオンのウルト発動だ。これがまた強いんだよな。あちゃー、全滅した。体力200以下のヒーローが即死する大砲。8秒間、つまり最大8発撃ってくるのよ。一発のダメージは205らしいわ。どこかな？このバスティオン、こちらが侵入禁止のトンネルの中から撃ってきてる。で、この手のゲームで一番重要なものは、敵の位置情報なの。BF 式のレーダーとスポットのシステムがあれば、最低限ボイチャとの差を埋められるのにね。BF は人数も多いから、数人が連携したところであまり影響ないしな。うん、ところがこのゲーム、ボイチャとアティゼイと、野良の間で、凄まじい情報量の差が出るの。今も、敵バスティオンの位置を、毎回各個人で確認しないといけないからね。せめて、両チームに同じ数のパーティーさん、プラス野良になればいいのにね。野良でもボイチャ、できるんじゃないのか？昔、別のゲームで、他の人のボイチャ聞いてたことあるんだけど。中には、紳士的な言葉遣いで話す人もいたわ。ところが、一定確率でいるんだよ。いけない人が。ブツブツと、ひたすら味方に不満つぶやいてる危ない系の人もいたわ。さらに、大声で暴言吐きまくる人がいるので、とても野良でボイチャはやっていられないのよ。ところで、試合の状況はどうなったかな？なんとかまとまって、押し込もうとしているところよ。バスティオン、見失っちゃったわ。うっばー、源氏がウルト発動してる。バスティオン、死んでるのかな？今がチャンスかな？あと少し。で、空飛ぶお尻。気持ちいい。ここでトレーサーのウルトか。バスティオン対策って、1対1で、しかも正面に見えているものだけではダメなのよ。実戦では、こんな風に2体いたり、ジジロの横にいたり。さらに、他の敵ヒーローもいる中で対応しないといけないんだ。そう。そして、今回の敵バスティオンは、ちょこちょこと場所を移動しているのが厄介なのよ。やられるたびに、敵バスティオンの位置を確認し直さないといけないのね。ちょっとまとめると、まず、遠距離職に撃たれる場所にいたり、一箇所に留まり続けているのは、強いバスティオンではないんだな。うわ、前で味方が3人やられた。そして、バスティオンは、ちょこちょこ場所を変えることによるメリットがあるのよ。うん、変形したり、それを解除することによって、自動でリロードが完成するんだ。場所替えとリロードを、同時に行うことができるのね。今回の敵のバスティオンは、ファラとルシオンやっていた二人なのよね。ここで源氏ったー。最終地点だけで出してくるところや、立ち回りを見る限り、対策の対策ができている、本職のバスティオンである可能性がある。つまり、バスティオン強者だな。ちなみに、今のバスティオンの位置は、左斜め前と、右のトンネルの中ね。結局、今回はどう対策すればよかったのかな？ここで、半蔵君で出てくれた味方がいて、それ自体は正解だと思うのだが。右のトンネルの中のバスティオンを、排除しようとしているのね。今、もう一体も右に移動したな。この左サイドから崩すのは、おそらく無理よ。この不吉な声は、もはや、聞くだけで恐怖だ。このウルトは、205ダメージ ×8 発が最大なので、ラインハルトの盾を破るのには向いていないの。ただ、当たり判定がとても大きいのよね。
腹の解放の日じゃないな。そして、リーパー、メイ、バスティオン以外の、オフェンス、ディフェンス、サポート職は即死という凶悪なものなんだ。あ、これはディーバの自爆ウルトね。慣れると全然食らわないんだけど、まだベータだからね。ラインハルトは、盾で防げることを知っておくといいぜ。チャンクラットのタイヤも、盾の前で受けれれば防げるのよね。もう、時間がないので突っ込む。右の方でガトリングの音聞こえるけど、わけわかんねえ。さっきから、反動が狙ってくれていたんだけど。そりゃ、この位置って、何度でも簡単に復帰できるよねえ。一度倒したところで、限定的な対策にしかなっていないのね。お、しかし、まだ味方は戦っているぞ。まだ諦めるわけにはいかぬ。ここで、絶望のバスティオンウルトの声が。負けると分かっていても、あ、勝った。戦わなければならないこと。光る、こびる、帰り見ぬ。絶望のバスティオンウルトいただきました。2体いるんだもんな。この辺りの位置って、ジャンクラットの爆弾が有効かもね。6分半もあったのに、崩せなかったな。で、このまま反省会に移るわ。ここよ、この前の障害物の手前の場所を覚えておいて。なるほど、左の出口から来ると、ここに集合できるな。うん、まず、今回のことで道の左サイドから攻めるのは、ほぼ無理だとわかった。残るは右サイドね。これは、最後の右サイドのバスティオンのウルトの場面だね。あ、画面左の障害物の裏が、見えていない。あそこに数人で行って、まずトンネルの中のバスティオンを倒す。そうすると、障害物の左右、下の出口、上の出口の4箇所から、このバスティオンのいる位置が攻撃できるわ。今度試してみないといけないな。このままじゃあと味悪いので、別の試合の最後の場面くっつけておきましょう。この試合は、敵にバスティオン、ジャンクラット、トールビョーン、と、ディフェンス三重士がいるわ。アトス、アラミス、ボルトスか？一人はみんなのために、みんなは一人のためにってやつだな。あの、リードのレーザーがついてるタレットは、ボルトスのものね。マリサまで乗らないの。この動画でも、右サイドの建物には入ってないけど。よく考えると、アヌビス寺院も側面の洞窟に集合されると厄介だったな。そうね、ああいうゴール前、側面にある建造物に集合するのって、攻撃側の一つの正解なのかもしれないわ。やはり、本編のような失敗を経験しないと。別の経路から行こうと思わないわね。この試合は、敵にバスティオンがいるけど、逆にバスティオンがいないと、このマップ、結構このまま行けちゃうんだよ。おそらく、バスティオンは修正されないと思う。必ずしも、攻撃側と防御側のヒーローを、同じ強さにする必要はないものね。うん、バスティオンは、他キャラとの比較では、明らかにバランスが取れていないんだけど、攻防のルールを含めた、大きなゲームバランスの中では、最終防御のエースとして、バランスが取れているのかもしれないな。と言いつつ、提督が何の活躍もせず、試合は勝ったな。フラン君、厳しいお言葉。やはり、敵バスティオン、すごい総ダメージ出してるわね。チームの 41% だと？それに伴い、ラインハルトのブロック量もかなりのものだわ。思うんだが、バスティオンのシールドに対しての攻撃だけ、5分の1程度にすれば、バランス取れるんじゃないかと思うんだ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。